もう、あ、イブニング、はい、どうも、メンソーガです。はじめまして、どうぞよろしくお願いします。ということで、今日も、やっていきましょう。まあ、今日ですね、WJBL についてね、また、W リーグですね、見ていきたいなというふうに思います。まあ、たまには違うことやれよと、ああいうことを言われますが、とことやっていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、今日はですね、もう決めました。はい。何を決めたかというと、今年のルーキーオブザイヤー、まあ、新人賞を取るのは誰かということで、私は決めさせていただきました。もうね、2年連続トヨタ紡織から出ると、もう予想し、その選手はですね、平瀬アスカ選手という選手がいらっしゃるんですけれども、トヨタ紡織ですね。その選手がおそらく今年、ルーキーオブザイヤーを取るんじゃないかというところで、その選手について、まあ、少し見ていきたいなというふうに思います。はい。まあ、知ってる人はね、知ってるかと思うんですけれども、まあ、彼女はですね、四日市商業高校出身、そこからですね、バスケを続けるか、やめるか、まあ、結構悩んだらしいんですけれども、まあ、お話があって、多分東京医療保健大学の方へと、まあ、進学していくわけなんですよね。はい。で、まあ、入学してすぐ、怪我とかをしてしまって、なかなかですね、まあ、練習に参加できなかったとか、いう時期もあったらしいんですけれども、まあ、そこからですね、まあ、よく遅咲きと、彼女は言われてるんですけれども、まあ、着々と努力を重ね、リーグ戦、全勝優勝、そしてインカレも優勝ということで、まあ、学生選抜に選ばれたりとか、したわけなんですよね。まあ、なかなかその裏側っていうのは知られてないんですけれども、まあ、結構苦労人なんかいうふうにもね、言われたりします。まあ、今ですね、富士通に入団しました、元チームメイトのね、藤本選手、岡田選手が、まあ、いらっしゃるんですけれども、まあ、そちらの両選手が、怪我で、チームをこう離れてる時にですね、まあ、自分が何とかしなきゃというような思いをきっかけにですね、まあ、ああいうプレースタイルになったんだっていうようなね、お話もね、されて、いました。まあ、そこからですね、本当も東京医療保健大学の顔としてですね、まあ、知られるようになっていきまして、今年ね、トヨタ紡織に入団したわけですよね。まあ、本当小柄なんですけれども、本当シャーキー言葉がね、ぴったり合うような選手なので、ぜひですね、トヨタ紡織の平瀬選手に注目してほしいなというふうに思います。はい。まあ、こういうプレイスタイルでですね、もうすでに2桁得点を上げたりとかもしておりますし、トヨタ紡織ではスタートとしてもう活躍をしておりますので、まあ、僕はですね、今年この人が取るんじゃないかというふうに予想させていただきましたので、またですね、来年から楽しみにね、してみていきたいなと、まあ、今年もですね、トヨタ紡織僕もしっかり見ていきながらですね、優勝を目指してね、頑張ってほしいなというふうに思います。はい、ということでね、今日はこんな感じで締めていきたいと思います。それではね、また会いましょう。See you next time. Bye bye.